猫が嫌いな音、メインくん、くーちゃんの場合。我が家のデカ猫、メインくんのくーちゃん2歳。うるさい電化製品の音は嫌いで、少年が散髪をしてもらっているときは必ず遠くで見守っています。猫に限らずうるさい音は人間でも嫌ですよね。ちなみに少年の散髪の担当はパパ。素人なのでハサミもバリカンも見よう見まねの自己流です。痛いよパパ、バリカンとハサミが髪の毛に引っかかる。少年の悲痛な叫びを座椅子の向こうから静かに見守るくーちゃん。少年も小さな頃はじっとしていられませんでしたが、最近はこうして耐えられるように。家族が何か作業しているときは近くに覗きに行くのが好きなくーちゃんですが、今日ばかりは自分の小屋に戻ります。落ち着きたいときはこのハンモックに入って気持ちのリセット。くーちゃんにとっての安全地帯ですね。この日もなかなか真面目に取り組まない少年の宿題風景。いやーなのふもと間違えたで丸くならん先生。後ろのハンモックから少年の様子を伺うくーちゃん。また思い出したように歌い出す少年。こういった少年の叫び声や笑い声も毎日聞かされて、うるさいなと思ってるに違いない。この高い笑い声も毎日聞いていると音に慣れてくるので、あまり気にならなくなってきたのかな。合ってる？オッケー。少年どこ登ってんの？お尻が見えたよ。もちろん掃除機の音は大嫌い。ハンモックに逃げ込んで小屋からは出てきません。掃除機、これ以上こっちに持ってこないでよという顔。でも超猛暑で部屋に猫の気がすごいからまめに掃除しないとね。ひたすら掃除が終わるのを待ちます。ドライヤーも嫌いな音の一つ。くーちゃんが使っているのはペットが嫌がる音を抑えたドライヤーですが、冬場のお風呂はよく毛を乾かさなくてはいけないので、ドライヤーの時間が長くなり、それもストレス？ちょっかいを出す少年にもイライラ攻撃。すごっ！少年スカーブ！反対にくーちゃんの大好きな音はカリカリご飯の音。餌の袋ならガサガサいう音も嫌いじゃないですよ。最近近所で大規模な工事が行われていて、昼間はブルドーザーの音や金属を打ち鳴らす音が響いているのですが、人間より聴覚の鋭い猫には相当うるさいのではないかと気になっています。くーちゃんも自分なりに居心地がよく静かな部屋を探して、昼間はそこで過ごしてくれることが多いので、そのうち慣れてくれればいいんですけれど、もし猫に体調不良などの現象が見られた時には対処しなくちゃいけませんよね。チャンネル登録よろしくね。